ウィリアムス・ダニエル・ベラスケス・レジェスは、ベネズエラ、首都カラカス出身のプロサッカー選手。ポジションはディフェンダー。2016年に、地元のエストリアンテスでカラカスのトップチームに昇格し、13試合に出場するも、チームはプリメイラ・ディビシオン再開に終わり、2017年シーズンは、セグンダ・ディビシオン降格となった。2017年8月、 プレミアリーグのワトフォード FC と契約した後、スペインセグンダ・ディビシオン B のレアル・バリャドリード B へ、ローン移籍。2018年8月、CE、サバデルへローン移籍。2019年より、ジェフ・ユナイテッド・チバエ・キゲンツ移籍。同年12月、移籍期間満了が発表された。2020年より、MLS のポートランド・ティンバーズに、ローン移籍。 2017年の 2017FIFAU-20 ワールドカップ出場権をかけた南米ユース選手権の U-20 ベネズエラ代表に招集され出場権獲得に貢献。本大会でも最終ラインで奮闘し FIFA フフ主催の国際大会におけるすべてのカテゴリーのベネズエラ代表の最高順位を成し遂げる原動力となったジェフユナイテッド市原 千葉時代に所属していた2019年11月、日本代表との国際親善試合に臨むベネズエラ代表に選出される。しかし、日本代表戦の試合出場はなかった。ありがとうございます。